作家の法則です。で、今回は、こういうイタリアの古い町を描いた作品です。全てこう食べれるものだけじゃなくて、ちょっとこの作品出てくるカラス類なんかもモチーフにしています。ちょっと左から変えてきて少ししぼんできている最中というものですね。で、この町はイタリアの有名なシェナとかサンジミアに行くバスの、実はバスを入れ替える場所にあって、昔から綺麗だなと思ってた町だったんですが、たまたま降りてきました。ある秋の風景ということです。すごい綺麗な町だと思ってたんですけども、まあ、日本人はまず行かないところなんですけども、外国人には人気のある場所で、いい宿とか、バールとかそういうのがありまして、そこで、昼行ってワインを飲んでちょっと時間を潰したのはすごいいい思い出です。ちょっと詳しくなりますけども、チェニーのチェニーニという技法書を書いた12世紀ぐらいの人ですかね、がその人が生まれた街だというふうに言われています。すごく面白いところでした。はい、じゃあお問い合わせは福風堂までお願いします。